プジョー305はフランスの自動車会社オートモビルプジョーが1977年から1989年まで製造した小型乗用車。1977年に304の後継者として3桁の社名の末尾に初めてこを与えられてデビュー。デザインは恒例によりプジョーと契約関係にあったイタリアのカロッツェリアピニンファリーナが担当した。 スタイリング的には従来の404や504のような強烈な個性こそ持たないが特にサイドビューは金星の取れた美しさを示していた。ボディサイズ、排気量とも拡大されたが初期型では後継配置されたエンジンの下にギアボックスを置く、いわゆるアレックイシゴニス方式のレイアウトを204.304シリーズから踏襲した FWD 車であった。 当初エンジンは排気量が 1300cc、1500cc のガソリンエンジンであったがほどなくディーゼルエンジンも搭載されリアサスペンションのコイルとダンパーが水平近くまで寝かされてラゲッジルームを拡大したブレークなど順次バリエーションを拡張した。しかし304時代のような優美なクーペやカブリオレはついに現れなかった。1982年には ビッグマイナーチェンジを受け、新しい XUK エンジンを積む 1600cc の GT が登場した。GT は FWD プジョーとしては初めてエンジンとトランスミッションが一般的な横置き配置のダンテジア交差式 FWD レイアウトに変更となり、ダッシュボードやフロントマスクも一新された。百八十四年には同じエンジンレイアウトで1九百 c c の GTX およびフランス発の4足オートマチックモデルも登場した。なお、305のシャシーとエンジンは1982年にデビューしたシトロエン BX のベースとなった。シトロエンの1980年代の傑作として知られる BX の優れたハンドリングと乗り心地は ハイドロニューマチックサスペンションの卓越性のみならず、ベースとなった305シ,シーの優秀性にも支えられていた。特に 305GTX では、そのカタログ上のトップスピードは113マイル、H にまで達し、しかも優れた直進安定性はそのスピードをストレスなく長時間、持続させることを可能にしていた。1986年に本来は、 タルボブランドを与えられるはずであった同クラスの309が翌87年に一回り大きい405が相次いで登場すると305のラインアップは次第に縮小され1989年までに順次生産を終了した日本には当時のディーラー西部自動車販売が604、505、504D などの大型モデルの販売に専念していたこともあり 日本市場に適した 4AT が存在したにも、かかわらず正規輸入されなかった。ありがとうございます。